こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア、私のできることを。キララファンタジア始めていきましょう。今回から新章です。今日も一日頑張ろうね。もうマチカル通るんじゃないのこれ。次キャラ予想キャンペーン。で、新しいストーリーだよな。楽しみです。今回はこちらをやっていきます。まずいつも通り。カムリちゃん、スカート履いてないの？立てたいのか？しゃあないな。あんまりコインいらないですけどね。妥協の二文字はない。ちょっと編成が変わります。予習もバッチリです。行きましょう。プレイヤーランク80以上になるとパーティー4も解放されるんですね。やっぱり先輩たちと練習したいな。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。です。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。また来た。今度は水着。丈が長い。学校指定のやつなら持ってる。今269なんでまだ召喚はできないんじゃないかな。朝は鍵の手入れをして、あとはそう先生。チケットが14あるんですね。10回ガチャとかこのチケットを使って1回ずつ行きましょう。ダメですか。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。噛んじゃいました。
開きますよ。ダメっぽい。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。朝はか日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。クエスト行きましょう。お、イベントが2つ通った。まだアビリティツリーが残ってんだ。並行してやってるんですね。あれ？エレン。は。シュン。のクラス担任、桜川菊江ですの。これはきちんと先生として注意しなきゃダメだわ。コミックガールズの先生から思い出しますね。悪くない。おい、教頭なのか。お許しください。それでいい。はい、やりましたわ。しかし、なんだ。だが、はい、思いません。そうだね。ならばどうだ。はい、ところで、何これ。うん、確か。しかし違うな。しかし、どうだ。いえ。ああ、これはきちんと先生として注意しなきゃダメだわ。二節です。なるほど。これ二条先生なんだ。あ、あのね、ところで、はい、よろしいかしら。
うん。いえ。これはやばい。これはとんでもない。寝てる。よろしいかしら。無料だな。あら。いえ。ですが、いかがでしょう。でしたら。しかし。あら、うん、友達。なるほどね。でしたら、ええ、それなら、ええ、ほう、教師として少しでも役に立てるかしら。行ってみましょう。じゃあ行ってくる。積極的余裕のある前半はゲストキャラクター出していきましょうね。そうよね。ん、あら、おお、すごいすごいよね。いいじゃないか。あら。うん。そうかしら。時に、ええ、困ったわね。どうかな。あ、学校暮らし。こんにちは。ねえ、ええ、メグ姉じゃなくて、さくら先生でしょ。時に、きっと、え、マジで。うん、そんな、まさか。ありがとう。何が起こった？ちょ、うん。どうしんこか？これはちょっと怖いかも。
まだ青汁のお饅頭が残っているの。勢いつけたと、てやっ、力が湧いてきます。皆さんのやる気をアップします。悪いな、思いっきり行くぜ。自然かな。で、ゲストにチェンジ。アラゴトは好きじゃないんだけど。全体攻撃か。協力してよ。これなら鉄壁の守りよ。いいですね、守りも早い。行くしかない。たまには本気を出してみるか。特に変わった様子はないな。あら、いらっしゃい、不法侵入者。私との相性占ってみよう。当は何時の愛か愛、思い思われ思われぬ、愛愛花の咲き糸が花めく心計りし、こんな啓示が出るなんて予期せぬ事態だ。私の弟子なら当然だな。なるほど。まあまだゲストで出せる余裕ありますからね。動いた？おいおい、先生としてしっかりしなきゃね。峠攻めかっこいいミシン。じゃあカラスマサクラ行きましょう。さあ行くか。まあ、これ本物の先生です。原作クゼバス先生は。おそらく炎か。あら、ハート地してそう。皆さん準備はいいですか。まだ青汁のお饅頭が残っているの。勢いつけたと、出会った。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。やる気をアップします。動きが鈍いぜ。フレーフレー、痛い、くらえです。先生頑張るわ。一緒にやってみます。なんだか騒々しいですね。ここは図書室ですよ。しほら、ちゃんと話を聞きなさい。抱きしめの刑に出しますよ。皆さん高得点ですね。これなら振りたい。待っててね、援護するから。もう
ここでクゼバシ先生を出番。気を引き締めなくては。立ち止まらず諦めないで。うまくできるかな。今は我慢の時だね。先生も負けませんよ。勝ててよかったわ。そうだね。登山？うん。エンジン？何のエンジンだろう。ダメダメ。え？ハノイは危ない。だけど、危ないだろうこれ。あら、まさか峠で。あのね。卵石子、おいおいおい。わかった。先生としてしっかりしなきゃね。虹を見張る。奮闘努力。はい。なるほど。ありがとうございます。どうかしら。そうね。いいですか？あの、その…なんだろう。ですけど、ブラックキュンってなんだよ。まあ、漫画を描いてたらしいですね、二条先生は昔。よし、受けて立ってやる。いろんな薬を混ぜてみたよ。一気風に行く。惜しみはしない。ほら、手貸すから頑張りな。
一気稼いに行く。ちょっともったいないかな、ここへ来て。ほら、手貸すから頑張りな。そうそう。あ、そうか。ここは。あれ？これってこんな効力だっけ？ここでチェンジ。え？敵が出ちゃった？ブラックキュン、力を貸して。なんでここにブラックキュンが先生？漆黒のマンション、ブラックキュン、こんな近くに。ダメ、いい、マイスクで見えない。ブラックキュンをフォローしなきゃ。やー、先生らしくできたかな。あのね、おう、ん？ちょっと、ちょっと。そうだね、おそらく。どうですか？そうだ、なんだろう。ふむ。いや、ですけど。そうだね、うん、そうだよ。これハリボテ。ちょっと、あの、その、ふむ、あの、その、これはきちんと先生として注意しなきゃダメだわ。ラストかな。あっちこっちの桜川菊江先生、行きましょう。あれ、そうね、ガン。不気味な音が、音だな。誰がストーリー書いてるんだろう。
どうしましょう。応援の力はすごいんです。どうかな、聞いたかな。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。サポートします。誰も怪我させません。うまくいくといいんだけど。守りもしっかりしなきゃ。手加減しませんよ。これはやばいですね。これはちょっと怖いかも。フレーフレー、自分が壁になります。誰も怪我させません。きっと大丈夫。自信にいかなり。椅子冷やしとかないといけませんね。これなら。やっ、あゆち待っててね、援護するから。誰も怪我させません。どうかな、聞いたかな。痛い。ここら辺でチェンジでいいかな。準備万端ですの。ここ防御。私たちで頑張ろう。ああ、しまったかな。ことになったらどうしよう。何もしてないけど、まあいいか。行きまーす。病を伝う18です。私がやらなきゃ。足が速いから。ショーアップ。やばいですね。準備万端ですの。覚悟するです。ああ、スキル2000終わった。やりました。ありゃ、クロムは？あれ？あ、しかしにゃあ。そうですね。教師として少しでも役に立てるかしら。さあ次がもう秘密アンパン、またイミシンです。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。ドキドキ召喚チケット、なんでしょうね。星が1個足りない。おはよう。要件はどれにする？何ですかね、このクエストキーって。
なになにこれ、見て能力上がるのかな。コミカード買っときましょう。交渉成立。あとはこの辺はあるけど今はよく分かってない。あ、これで買えるのか。交渉成立。交渉成立。ミドルですね。交渉成立。風が足りない。いや、そんなことはないか。星化粧も交換できます。余ってはいますね。交渉成立。交渉成立。限定交換。今のおすすめ。高価な壺。ビールは6つか。全然足りないな、まだまだ。あ、ビールの方は？こっちは今だけ。いらないわけじゃないんで。この辺遊びましょう。また来い。日に焼けやすいので。いいですね、この状態。2個力が湧いてきます。向こうか。これでどうです。行きます。この前使ったんで。いきまーす。うわ、出た。もうどっか行け。どうぞ皆さん、私を盾に。気になります。いったー。来た
誰も怪我させません。お願い間に合って。必殺技的なやつ行くぞ。アホか、なんでだよ、魔法で出せるサバナか。私に何かしたら次のターンでしばくぞ。あと一体いった。これは盛り上がってきちゃった。え、おいで。封じられしコラボコーヒー用ですよ。カロリーなんて言葉忘れなさい。少し頼み事をした。行きました。ありがとうです。とても助かりました。イベント復刻コールチケットもいただき、これで309なんで10回召喚できます。おはようございます。噛んじゃいました。雪編ですね。ちなみに何が出るか、リアリティが 2%、 星音が 12% です。プチキユキ、サチハラグラフティ、来るぞ。あー、星音のターン。いうのがなかなか出ない。特務はたくさんある。今日くらいは勉強しなくてもいいよね。いいんじゃないかしら。地味に能力上げていきます。今星5はこれだけいますね。
1マスが8人なんで32、33プラスレベル100になったのは5人、38人です。宋太夫のステータスどうなんだろう。キララファンタジアの始まりだ。もうちょっと。まだまだ成長するんだから。うんうん、いい感じ。もっともっと頑張らなきゃね。これでレベル100いたしましたよ、そうだよ。なんでしょう、この専用武器。不良品だったのじゃろか。どこのメーカーに問い合わせたらいいですかね。そんなことしなくても味は美味しいよ。はるかとすみすみ先輩も食べてみなよ。それじゃあ私はゆうちゃんと同じ飴食べてみようかな。うん、すみもそうするのじゃ。うん、あ、おいしい。おお、これは絶品なのじゃ。でしょ。あれ、今なんか物音が。まさか今度はゆずちゃんが草むらから飛び出してきたり。おお、じゃあゆずにも飴をおすそ分けじゃ。ルールルルー、ゆずちゃん出ておいで。できた。うわー、魔物だった。みんな下がって、気合い入れていくよ。ゆうちゃん気をつけて、他の魔物も潜んでるかもしれないし。大丈夫大丈夫、ちょっと威嚇してみるだけだから。アンピだったら、えい、あっち行け。あれ、ゆうちゃん、やっつけちゃったね。瞬殺だよ。私軽く攻撃しただけだよ。はるかなんかした？私は何も。すみすみ先輩が念力で吹き飛ばしたりとか。すみはそんなことできないのじゃ。こ
これって一体。なるほどね。専用武器を進化させないといけません。こちらに行ってみよう。おはよう。朝から鍛えるぞ。進化させるためにはいろいろ剣を使いまくってあげないといけないです。これランプですね。どの武器にする？これ戦士ですね。これまで上げときましょう。これをこうして出来上がり。何を鍛えるんだ。またな。つみきさんたちのクラス担任、桜川菊江ですの。はい、というわけで、ドキドキエトワリア学園教師として少しでも役に立てるかしら。シナリオクエスト前編を終了いたしました。中編になるのか後編になるのか、次回もお楽しみに。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。キラーファンタジア、今まで遊んだ記録プレイリストに残しております。 URL 説明欄に記載してます。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。